街でのんびり暮らしています。ただ最近ちょっと悩んでることがあって、私のおばあちゃんは丘の上にプラネタリウムを経営していて、かなりの年代物で古くてちっちゃいんだけど、私にとっては大切で特別な場所でも、それがプラネタリウム閉館？嘘でしょ？うん、そうなの。お客さんがね、最近どんどん減っちゃって。だからかな、おばあちゃんも寂しそうでさ、もう私の代で終わりかな、なんて言い出して。いや、待って待って待って、プラネタリウム閉館したら売店で売ってる手作りホットサンドやいちごミルクティーも食べられなくなるってことだよね。やだよ、それはやだよ。もう、リリやったら、そっち？そっちもだよ！ダメダメ！プラネタリウムがなくなっちゃうなんて絶対ダメ！おばあちゃんとひなのと私の思い出がいっぱい詰まった場所なんだよ！わかってるよ。私もおばあちゃんに一生懸命そのことを言ったんだけど。だから、どうしたらいいのかな？おばあちゃんを励ますとか。それももうやったよ。だよね。だったら毎日学校帰りに友達誘っていくとか。あ、ひなのの友達だとおばあちゃんお金はいいよって言うもんな。事実私がそうだもんね。冗談はさておき、そういうことならここはおばあちゃんのやる気が出ないとってことだよね。うん、何かいい方法がないかな。そう、リリアの言う通り。でもこれといっていいアイデアも出ないままで。そんなある日のこと、私とリリアは出会ってしまった。え？あれ何？ダンスかな、アクロバットかな。出しといて、それはないじゃん。ひなのの悪い癖だよ。うん、でもできるかできないかじゃなくって、とにかくやってみようだよ。もちろん私も一緒にやるからさ。本当？だってあんなかっこいいダンス、私だってやってみたいじゃん。リリア、ありがとう。よし、そうと決まったら。あ、ちょっと待って待ってよ、リリア。あの、
に私たちにそのポールに捕まってくるくるするダンス教えてください。はい、お願いします。あなたたちポールダンスに興味があるの？それポールダンスって言うんですか。まんまですね。まんま、まあそうだけどね。ポールダンスか。ぜひご伝授願います。教えてください。ねえ、それ本気で言ってる？もちろん。はい。興味を持ってくれたのは嬉しいけど、それは無理ね。